こんにちは、生き方冒険家のなるです。今日はですね、僕が、発明したモバイルハウスの新、定番と言ってもいいギミックを、紹介したいなと思います。じゃーん、これです。よいしょ。これ何っていうところなんですけども、まあ、いわゆる土間になるっていう感じですね。これがこのままこういった感じで上がれちゃうというものになってます。でこの土間によって、革新的なことが全部で4つあって、まあ1つ目はですね、やっぱし家に入りやすくなったっていうのがありますね。こうやってもう上げちゃえばじゃんというところが1つあります。でもう1つがベンチとしても使える。こういう風にですね、座ればこういった縁側っぽくもなりますし、ここで歯を磨いたり、お茶を飲んだりなんかっていうこともできるという、ものです。でさらに言うと、こうやってね、靴が置けるっていうのが結構革新的で、今まで、家の中に入っちゃったら、まあ、靴の置き場に困ってて、まあ、中に入れるかみたいな、でも土ついてる靴中に入れるの嫌だなみたいなのがあったんですけども、この土間があれば靴を置きっぱなしで中に入れるというのがあります。でさらにですね、ここにこういう風に水のタンクを置くことによって、ここがね、水場になるっていうのもあるんですよね。っていう感じで、もうめちゃめちゃ便利。正直かなり、これを作って満足しています。この土間なんですが、収納もめちゃめちゃ簡単です。こんな感じで、もちろん出すのも簡単で、外して スロープにしようと思ってみたんですけども、まあ、やっぱし弱いというところで、あ、ダメだ、どうしよう、作り直し、あれみたいな、難しいじゃんっていう感じで、そんな偶然の賜物でできました。はい、というわけで、モバイルハウスの新スタンダードとなりうる、こちらのギミックでした。ぜひモバイルハウス作る方は、試してみて、ください。以上、土間の紹介でした。